4連射。さあ、やってみましょう。今回やっていくのはこちら。クターのフープです。フラフープのフープですね。うー 適当に選んだ割にはこのゲームちょっと苦戦してます。よく見たらここが丸になってるんだね。ここがフラフープの丸になってる。青いこのシンプルなタイトル画面に非常に嫌な予感を、嫌な予感したんだけど、難産になってます。3回ぐらい撮り直してます。まあ、まずはあらすじ読んでいきましょう。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、今テクノアイランドで大流行と噂のフープを始めてみた驚異の無表情キャラクター。テクノ公園でクタたちの熱い視線を集めつつ、腰をフリフリ華麗にスープをって言ったね。フープを回すのだ。フープの左右両端を見極めてクリックしよう。フープが地面に落ちてしまうが、10回失敗するとゲームオーバーになっちゃうぞ。足元ギリギリの攻防戦に手に汗握るのだ、ということですね。ふう、精神がやられるよ、このゲームは。わりかし。でね、100ポイントは超えました。目標100に置いてて、100は超えたんだけど、もう一つ納得のいかないので、取り直してるってわけなんですけどね。上の方は、1位、VIP ティーチャー、2位、シグミ、3位、オヤビンっていうことで、なんかね、聞かない名前が多いね。クターの猛者たちと違う名前が入ってる。このゲーム、ちょっと、クターニストとちょっとね、クターソムリエとちょっと違うゲームが、違う人たちがランキングに入ってるね。不吉な予感が、その時点でしてたんだけど。いや、簡単なんです。このゲームは非常に簡単。このフープが、端に来た瞬間に、タップというか、クリックするだけ。この簡単さ、このシンプルさ、ゆえに難しい。102を超えたら、とりあえず、ゴールドします。10位以内とかもいいけどな、目指すところはな。10位以内もいいな。フラフープなんてもうね、10年以上はしてないよね。そもそもこのフラフープってやる意味あんのかな。何のための、何のためのって、どこの文化でこの開発されたものなんだろう。アスレチックなんだろうね。ここまでは結構いい感じ。持ち直せんのよ。なんか一回ミスると、なんかもうちょっと、なんかこう、なんだろうな、タイミングがつかめなくなっちゃう。難しい。前回のスコア超えるとかなりこれ厳しいかもしれないです。ちょっと早めにクリックするとフープは上に上がるんだけど、ちょっと早めのタイミングが失敗するとこういう感じだね。一回分なミスっちゃうって感じだね。ミスると下のブーっていうバーが上がっていって、これが10回失敗するとこれ2回できるか、2回はできるか。ほう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 、上がってこい。上がらないね。2回できるかな。2回トントンってや、2回トントンってやった時ってスコア的にどうなってる。あ、2回トントンでもいけるね。あ、オッケーオッケー、こういうことか。これは覚醒の、これは攻略法かもしれない。橋のごとに2回タッククリック。あーん、あのね、あのこのやり方は思いついたはいいけど、あの2回入んなかったらそれが1回ミスになっちゃうからリスクも負うね。ダダ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 ダ。テテテン、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 テン。ああ、そうやない。だからこの、
このゲーム、ズルしようってやつに1回で10回ぐらい入るんですわ。最初のうちは遅いから。でも欲張りすぎると失敗としてカウントされてしまう。欲張りすぎてはいけない。欲張りすぎない程度に。欲張ってるね。欲張ってるよ。欲張りが見えてる。欲張りが下のバーに見えてる。でも上を目指す。でも欲を張っていく。もう半分以上いってるもんね、バーがね。いや、ダメだ、これじゃ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 ダメだ。こいつは。まあ、コツはつかんだ。これをラストにします。これをラストに。9回。こんなもんでしょう。序盤はこの連打で稼ぐ。この連打が攻略法なのかどうかは分からんけど、この連打によって上に上がってくることもあるから、これを新記録ということでこのテクニック駆使してもあんまり上が目指せなかったね。いやー、これはね、自分の心の中にある欲との戦いだねカン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 って押したいけど、一個多いとそれがミスになるから。これは上のやつすごいな。欲に打ち勝ってる。己の中の我欲との勝負ですね、これはね。いやー、山で修行しているお坊さんとか非常に強いかもしれない、このゲーム。欲を抑えない。煩悩の数だけ。煩悩の数は超えたけど、煩悩の数だけ、やっぱこのゲームが下手になるって感じかな。あー、難しかった。まあ、今日はここまでにしましょう。クターのフープでした。ぜひ皆さん、チャレンジしてみてください。自分は100、115ぐらいが、まあそろそろ限界値って感じですね。200はちょっと、200を目指せるほどちょっと欲の浅い人間ではなかった。ということで、こんなとこかな。ほなまた、別のクタのゲームで会いましょう。